もしも悪魔の所業というものがこの世にあるなら、悪魔か。身も蓋もない言い方をすれば、我々国家錬金術師は軍属の人間兵器だ。一度ことが起これば召集され、命令があれば手を汚すことも辞さず。人の命をどうこうするという点では、タッカー氏の行為も我々の立場も大した差はないということだ。それは大人の理屈です。大人ぶってはいても、あの子はまだ子供ですよ。だが彼の選んだ道の先には、おそらく、今日以上の苦難と苦悩が待ち構えているだろう。無理やり納得してでも進むしかないのさ。そうだろう、鋼の。いつまでそうやってへこんでいる気だね。うるさいよ。軍の犬よ悪魔よと罵られてもその特権をフルに使って、元の体に戻ると決めたのは君自身だ。これ式のことで立ち止まってる暇があるのか。これ式かよ。ああ、そうだ。犬だ悪魔だと罵られて、アルと二人、元の体に戻ってやるさ。だけどな、俺たちは悪魔でも、ましてや、神でもない。人間なんだよ！たった一人の女の子さえ助けてやれない。ちっぽけな人間だ。風邪をひく。帰って。